長崎市科学館では普段展示されていない生き物の標本を見ることができる収蔵個展を開催中。その他にも科学の力を学べる展示、工作、実験など開催されています。そんな魅力あふれる科学館をレポートするのはこの方。はい、こんにちは。長崎市科学館の大場です。学芸員の大場先生、普段は教材の研究や標本作りをしています。今日は長崎市科学館の収蔵庫展をご紹介いたします。収蔵庫展のね、その収蔵庫という言葉なんですけれども、普段は展示していない標本などを保管しておく部屋を収蔵庫と言っています。今回の企画展ではその収蔵庫の中からですね、普段は見れない珍しいものや、身近にね住んでるんだけどなかなかね見たことがない生き物もいますので、それをね今日はね探していきたいと思います。はい、ではこちらのコーナーをご紹介します。節足動物のコーナーですね。節足動物というのはその名の通り足が節になっている生き物のグループです。カブトムシなどの昆虫たち、カニなどの甲殻類などを含む大きなグループですね。ではその中で今回は紹介するのはこちらです。はい、皆さんもね大好きなカブトムシの仲間です。さあ、皆さんが、ね、よく見るねカブトムシの他に大きなカブトムシが周りにいますね。こちらはですね、外国のカブトムシも展示しています。この大きな角をね持っているこの大きなカブトムシ、ご存知ですか？有名なヘラクレスオオカブトの仲間です。こちらのカブトムシは南米ですね、南米、中央のねアメリカから南米にかけて生息しているそうです。で、注目してほしいのはその大きさ。普通のねカブトムシね一回りぐらい大きいかな、すごい大きいです。そして角の形、日本のカブトムシはねかっこいいね Y 字型の角をしていますが、こちらのねヘラクレスオオカブト、横から見てみるとね面白いんですけれども、ハサミのような角を持っています。これでね相手をね挟んで投げ飛ばすんですが、カブトムシなのにねクワガタのような戦法を使うとね、とてもユニークな昆虫ですね。他にもカブトムシ、クワガタの仲間にはね大顎の形や角の形にとても特徴があるので、そこをねぜひ観察してみてください。さあ、そしてねここにね展示してあるね展示ケースを見てみると、なかなかね昆虫標本作るの難しそうに思えますよね。だけど今回はですね、簡単にできる昆虫標本の作り方をご紹介したいと思います。用意するのはガーゼ、はがきサイズの厚紙、ジップの袋、足などを広げて整えてしっかりと乾燥させた昆虫を用意します。そしてこれが何の標本か分かるラベルも用意しておくといいです。作り方は簡単です。昆虫をガーゼの上に乗っけます。そして乗っけたガーゼをはがきサイズの厚紙の上に乗せます。この時にラベルも貼り付けておきましょう。そしてそのはがきサイズの厚紙をジップの袋に入れたら完成です。はい、では最後に哺乳類のコーナーを紹介したいと思います。いろいろな、ね、毛の生えた生き物、ネズミから海にいる大きなクジラまで、さまざまな生き物がいるのが哺乳類なんですが、その中でね今回紹介するのはこちらです。仙山湖という生き物です。この生き物の、ね、特徴は全身を覆う鱗です。他の生き物はね毛が生えてたりするんですが、鱗が生えているのでですね、仙山湖というね独立したグループで扱われることが多いようです。ちなみにこの仙山湖はね日本にはいない珍しい生き物ですね。古代中国ではねこれをね頭悩ませていたみたいで、鱗があるので魚の仲間なんじゃないかなと言われていた時期もあったそうです。さあ、そういったねいろいろね収蔵庫展には珍しい生き物も展示してありますので、ぜひ長崎市科学館に遊びに来てください。